系の立ち位置から数字でちゃんとコーヒー の, あの価値を検証した本が本当に数少ないんですけどいくつか出てまして、あのどれもすごく素晴らしいので強く推したいです。まずあのおなじみ講談社ブルーバックスさんの、この本コーヒーの科学っていう本があるんですけど、丹部幸宏先生ですね。この丹部先生は医学博士でね、バイオ系の研究者の方なんですけれども、その研究者としての立ち位置からコーヒーの香りとか味をですね、科学的に分析しようという試みを、あの実験室、自分の実験室だと思うんですけどもね、あの自分が普段バイオの研究をしている実験室の機材をうまく使ってね、行ってらして、でまあそういうちょっと難しい話はあの一部というか後半なんですけど、もうその前半でもあのすごく面白いね、あのコーヒーとはそもそも何なのか、どんな植物なのか、で、どんな種類がどんなところで生育して、それをどうやって焙煎して抽出して飲んでいるのか、そういうことをですね、基礎から応用まできちんとまず紹介して、それがすごく楽しい読み物としても成立してまして、そこからあの研究と科学者的な分析が始まるんですよね。だからあのちょっと難しい本だとは思わずに気楽に手に取っていただけるかなと思います。その科学的な分析というのは、コーヒー豆をどう加工してどう加熱したらその過程でどのような変化が起こってるかっていうのがね、そういうことはあのこういう図とかですね、グラフとか、その科学者的なね、正確なね、あの分析データのビジュアル化によってすごくわかりやすく示されていくんですよ。あのそのプロセスについても、あるいはその結果的なあのデータについてもね、なるほどなっていう、ね、どういうふうなことが起こってるかみたいなね、ことが、ね、そういうあの理系の、あの理系ならではの、あのコーヒーの美味しさを分析している本です。コーヒーの科学、丹部幸宏先生の本。で、もう一つ紹介したいと思うんですけれども、こちら。これもしかしたらちょっと手に今入りにくいかもしれないんですけれども、工学屋の見たコーヒーの世界っていう本があります。広瀬幸男先生。この広瀬先生というのはですね、材料強度学が専門で、金属疲労についての研究をなさってましてですね、ちょっと変わった研究でイグノーベル賞なんかも取られている非常にあの面白い方です。こちらもあの理系の手法でコーヒーをいろいろに入れてみる実験を繰り返しされています。もちろんあの自分の好きなコーヒーをいろいろ世界中回って追いかけるように、そのレポート面白いんですけれども、そういうことだけではなくてですね、匂いや味わいをいろいろ分析したりですね、実験を繰り返して抽出条件を変えてその液体成分を分析したりみたいなことを繰り返して、本当にでもこの方はですね、コーヒーに対する愛情がなんかね、そういう数値的なデータをちゃんと分析したりとかね、あの豆について研究したりとかしながらもですね、そういうことをしながらも世界中を回って飲み歩いてですね、リポート、この国でこんなコーヒー飲んだとか、ね、そういうすごくあの情緒的な文章もとても面白いですね。なんかそう、数値についてのなんとか、抽出時の油温が何度で、ね、そこで明確な相作関係が見られるゆえにみたいなね、二分子膜がどうのこうのとかっていう一方で、喉越しがよくすっきりと胃に落ちる、口の中にほのかに花の香りのような味が残るみたいな情緒的な文章があったりして、そのなんか対比がね、理系の方のその文学というかですね、数値でちゃんと味っていうね、とてもつかみどころないものを数値化する、デジタル化するっていうことをやりながら、でもその素晴らしさを
最終的には情緒で表現するっていうね、僕はこういうところになんか本当の文学のなんかね、こうなんていうかな、そのヒントみたいなものが見えてて、文学作品としてね、こういうのを読む楽しさみたいなものを皆さんにちょっとお伝えしたいなと思うんですよね。なんていうかな、その情緒だけじゃダメだと思うんですよね。そのやっぱりこう理系的なスタンスがちゃんとあった上で情緒を語っていくみたいなことっていうのがとても大事で、だから僕は日本っていう国の教育は間違ってないと思うんですよ。文系に行く人もやっぱり小学校、中学校、高校、理系の勉強ちゃんとしますよね。なんか役に立つか立たないか分かんないんだけど、高等数学までやるじゃないですか。一生使わないようなこと。でもね、そういうことが、なんか脳の中に残って、なんかそのコーヒーの味わいを、ね、無意識のうちに数学的に分析していて、それによって生活が豊かになるみたいなこともあると思うんですよ。だから僕は三平方の定理なんか一生使わないよって、ね、言う方も多いし、それは正しいんだけれども、でもそういうことが、何かの時に、こう、役に立つみたいなことを否定できないんですよね。そこで本の話に戻るんですけど、匂いや味わいを言葉にしようとすると、とても情緒的なものになるんですね。で、グルメ本っていっぱいあるじゃないですか。料理本とかね。最近そういう、そのマーケットすごい大きくなってるんですけれども、コーヒーに限らずですね、料理とかグルメの本って、情緒的なうんちくだけっていうのはね、なんかもうつまんなくなってきて、で、なんだな、そうじゃないものをそろそろ皆さん求められてるなっていう気がね、で、結局究極の情緒になるとタレント本になりますよね。タレントが褒めればもうそれだけで本が成立するみたいな。タレントさんのグルメ本とかってね、すごく売れてると思うんですけど、なんか僕はそろそろもうああいうのってつまんない気がして、やっぱり美味しさっていうものもこう突き詰めてって検証していくみたいな科学的な視点っていうのも必要かなと思ってます。で、きちんと見極めることによって、そういう情緒を数値化するっていうことがすごく大事で、それがゲームも同じなんですよね。で、ゲームの紹介とか評論についてもね、面白いゲーム、気持ちがいいゲーム、これ面白いですよ、すごく楽しいですよ、じゃなくてね、なぜ面白いのか、なぜ気持ちいいのかみたいな、その裏側の数値設定、パラメータデザインの巧みさまで、評論っていうジャンルがあるとしたら、ちゃんと検証していかなきゃいけないなと思ってます。それをすることによって、次の世代にね、もしかしたら、ゲームで遊んでる、楽しく遊ぶためにそういう文章を読む人たちが、ゲームを作る側に回っていくっていう可能性も大きくなっていくんじゃないかなと、思っています。というわけでですね、僕はゲームに興じるのと同じ気分で、日々カウンター内で延々とコーヒーを、作り続けています。